じゃこんにちは、ゆたかさん、はい、ゆたかさんから昨日あの、うん、グループラインで来た時に、うん、よし撮りたい動画のネタがあるんだと、うん、もうゴールデングラブ賞もベストナインも発表発表前になやっぱやっとかないと撮りたいと。そりゃそうだよ。発表後ではなくて発表前に。それはじゃあ、うん、ゆたかさんの予想というか、ゆたかさん的ゴールデングラブ賞というかベストナインということですか。そうだよ。ちなみにゴールデングラブ賞、ゴールデングラブとベストナインはまた別だけどね。そうですね、記者が選ぶのかっていうのでもまた違いますし、そうそうそう、ゴールデングラブは今年12月18日発表されるんですけれども、うん、じゃあ、ゆたかさん的、はい、まあ、瀬戸が今シーズン良かったベストナイン、まあ、チーム、ベストナインっていうのはさ、うん、やっぱまあ成績ももちろんそうだけど、はい、やっぱチームにいかに貢献できてるか、はい、まあそういうところを探りながら、はい、まあ、決めていくという作業だよね。そうですね。だから今ご覧になっている皆さんとどう被ったり、いや多分ね、多分ね、はい、まあそれはね、どこどこのファンだから、はい、ね、ひいき目に見る可能性はやっぱ見てる人たちはあると思うけど、うん、はい、まあ公平な立場でね、はい、やっぱちょっと見ていきたいと。これで去年大炎上したから大変、ね、気をつけてください。それはね、あのゴールデングラブのところで、ね、そうです。ベストラインはベストラインは外さない。京田選手と坂本選手。京田選手失礼しました。失礼しました。1年越しにまた、はい、じゃあまずセリーグからいきますか。はい、これはあのベストラインだからね。ベストラインです。はい、そうです。豊さん的な、はい。はい。じゃあまずピッチャー。はい。はい、まあこれはね、やっぱ菅野だね。大野投手ではない。やっぱりあの最多勝を取ってるという。はい。でチームに貯金も2敗しかしなかったのかな。そうですね。そうだね、はい、12の貯金、はい、これはやっぱ大きいよ、エースとして、うん、で貢献度としたら、はい、エースの人たちに話を聞くとさ、やっぱみんな口を揃えて言う、うん、で防御率とかそんなんよりもやっぱ勝ち星なんだと、うん、防御率いくら点取られてもいいと、うん、でも負けちゃいけないんだと、うん、まあ、それを実践した菅野がやっぱベストラインかなっていうふうに思うよね。まあ、やっぱりチームの絵のこれは沢村賞っていうふうになったらちょっと違うよ。沢村賞だと大野投手、ああもう俺は大野 だと思うけどね、はい、うん、だけどベストナインという括りからすると、はい、やっぱ菅野かなって思うよね、うん、そしてキャッチャーですけれども、はい、キャッチャーは豊さん、大城もいいんだけどさ、はい、大城もすごく成長してあの優勝に導いたっていうこともあるけど、うん、やっぱ梅ちゃんが113試合かな、うん、キャッチャーとして出てるという、うん、だから梅野かなっていうふうに思うし、はい、で大城っていうのはまだそのキャッチャーとしての試合数が足りないよね今年、うん、あのね、途中ファーストだったりとか、まあちょこちょこっと違うポジションもやりながらっていうんで、はい、まあキャッチャーでマスクをかぶったっていう試合が70ちょっとかな、うん、ぐらいしかなかったと思う、はい、それだったらやっぱキャッチャーで一本でやってる梅野かなっていうふうに思うよね、うん、じゃあキャッチャーは梅野選手、はい、そしてファーストです、村上だね、文句なし、ね、まあ、サードもやる機会はたくさんあったんだけどさ、はい、まあ、ファーストということで考えるとやっぱ村上だよね、もうこれは文句なしだと思う。そうですね、去年はね、うん、新人を取って今年はもうタイトルに全てのタイトルを選んできて、まあね、はい、もう本当に大きくステップアップしていってるけどね、この選手はね、うん、立派な数字を残してくれましたよ。もうこれからのジャパンの例えば4番候補だったり、まあ、岡本選手もいますけれども、うん、引っ張っていくような、いやもうそういう選手になってくるよね、うん、はい、さあそしてセカンドです、はい、これはやっぱ菊池かな。そうですね、あの打つ方がさ、はい、昨今目立ってて守備っていうことに、まあゴールデングラブももちろんあるんだけど、はい、やっぱ貢献度とすればさ、一つのミスもなかったということはさ、はい、これは称えられていいと思うんだよね。ああ、ね、日本記録樹立もう破られない、タイになることはあっても破られない記録を作ったっていうことがさ、はい、やっぱ菊池かなっていうふうに思うよね。うん、まあ、山田哲人も調子悪かったしね、はい、うん、で外とか柴田とか、まあ、いろいろ変わってんだよね、吉川もそうだしさ、はい、そうですね、うん、でも菊池のその数字というのはもう立派だよね、はいはい、そしてサードですが、まあ岡本だよね、はい、これはねやっとですよ。でもえやっとだよね、だっていろんなポジション去年までやったからね、はい、いろいろあれだったけど、まあ岡本がね、はい、もう堂々たる4番サード、ね、それで2冠を取るという、はい、ね、長嶋さんに近づけるのかって、はい、長嶋さんが言ってたよね、
彼は素晴らしいと、うん、でも私を超えられないのはあとはかっこよさだって長嶋さんが言ってたけどさ言ってましたか、まあかっこよくなっていくよ。これがね、今ちょっとね、これからね、ちょっと赤ちゃんっぽいベビーフェイスって言われているんですけども、そう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 、これからそうですね。まあ立派なベストナインだよね。はい。はい、で、ショートは、まあ、坂本で、いや、他にいないでしょ。大丈夫ですね。大丈夫ですね。ひいき目じゃないから、別に。まあね、2000本も打って、はい、ね、チームをキャプテンとして優勝させて、はい、ね。まあ、悪かったけど、まあ、春先パーンとスタートして、ああ今日今年の岡本はって、あ坂本はって思ってたけど、はい、まあ、途中でねちょっと体の不調とか、はい、いろいろありながらよく最後まで頑張ったよね。そうですね、はい、さあそして外野手3人なんですけれども、はい、まあ、いろいろ候補は、うん、まあ、選んだのは、はい、佐野、はい、丸、鈴木、うん、おお、この3名ですか、うん、はい、で候補に考えたのは、はい、梶谷、青木、大島、はい、考えたのね、はい、で大島は最多安打というタイトルを取ってる、うん、だけどやっぱり勝負強さとかさ、うん、まあ、ある程度のベテランになってくるとさ、まあ、ヒット打つことも貢献度なんだよ、出塁率ということから考えると、はい、まあ、だけど大島にはもうちょっともう一皮向けてほしいよね、うん、あいつとは勝負を避けるというかさ、そういうバッターになってほしいんだよ、はい、で青木もベテランで本当に頑張ってくれてた、必要の時、必要がある時はホームランを狙い、ね、それで凡打をしても率はちゃんと残した、はい、で梶谷、ね、最多安打と首位打者、はい、もう取れる位置まで来た、首位打者一回顔を覗かした、抜いた、休まなかった、バカ野郎って落ちたみたいな、バカ野郎思うんだけど、まあその中でやっぱ佐野という人間がやっぱ首位打者を取ったというのはさ、やっぱこれは外せないという一つの理由と、丸は春先悪かったりとかいろいろしたけども、やっぱ全試合出てんだよね、その評価っていうのは俺は称えてあげたいんだよ、で、ある程度の数字も残してるしね、鈴木誠也もそう、他の人間よりは休まなかった、118かな、2試合ぐらい欠場したと思うんだけど、でもほぼほぼ全試合出て、まあ、頑張ったということで、はい、まあ、ホームラン、打点、まあ、ある程度の位置までつけてくれた、セ・リーグはこういう選手になったけどね、はい、うん、まあ、時点で落ちた人はちょっとかわいそうだけどさまだ落ちたらこれこ、あのオフィシャルではない、あ、そうか俺オフィシャルかと思って違うか、豊さんの、まだ先あるの、勝手なベストナインで次元の方は申し訳ないわ、ね、すみません大丈夫です、すみません、はい、続いてパリーグ行きましょう、はい、パリーグまず、まずというかもうピッチャーは、まあ、千賀だね、はい、やっぱ圧倒していく打者を、はい、まあ、そういう力とか、うん、まあ、チームを優勝に導いた投球とか、はい、それも考えると、うん、やっぱ千賀でいいのかなって思うね、うん、まあ、千賀でいいのかなって失礼な言い方かもわかんないけど、まあ、でも千賀がふさわしいかなというふうに思うよね、はい、となるとキャッチャーは、まあ、キャッチャーはやっぱ甲斐だよね、はい、まあ、他のチームっていろいろコロ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 変わって、まあ、甲斐も高谷とかね、はい、変わる時もあっても、でもよくピッチャー陣を引っ張ったと思うよ、はい、だから甲斐でいいと思うよね。そしてファーストなんですけれども、まあ、いろいろ悩んだよ、はい、やっぱ中村とかもいるし、うん、はい、だけどやっぱ打点を取った人間、やっぱチームへの貢献ってさ、ホームランとか、まあ、打率もいいんだけど、やっぱ打点だからね、うん、勝たすための点を取ってきてるということが、はい、率は低くてもなかったかなっていう勝負かなって思うよね、日本ハムの、うん、うん、そしてセカンドですけれども、うん、これは候補は、まあ、シュートか浅村かみたいな、うん、いや、まあ、シュートっていうのはさ、はい、一つの入り物みたいな感じでさ、はい、ちょっと待って、いやいや、それは大事なことじゃない、はい、その自分をアピールしていく上で、まあまあそうですね、いや自分だってフォアボールで塁に出たら拍手が起こるぐらいの選手になったでしょ、うん、まあそうですね、この1年で、はい、だからその自分の存在価値というものを見出したけども、うん、相手が悪いの、はい、浅村が悪い、そうですね、それも120試合全試合出てるし、はい、ね、うん、だからもうこれには浅村には勝てないよ、そうですね、これ惜しいけどね、その日本記録を打ち立てたといってもやっぱり世界記録だから、あ、そうですね、世界記録とはいえども、いえども、そ
こは浅村選手、そりゃさ、うん、ホームランを取って、はい、打点も2位につけて、うん、そりゃ勝てないよ、うん、勝ったらおかしいよ、盗塁王がまたおかしいって言うと今度ソフトバンク、いやそりゃ俺が盗塁を取ってこういう立場で取れないって、はい、もうちゃんと諦めるもん、逆にそりゃそうだよなって、逆に取ったらえなんえっていうふうに、そうはちょっと俺じゃないでしょって言うよ、そまあでもそっかそっか、タイプ的に足が速いっていうところでは、うん、まあまあまあ違いますけれども、うんうん、いやだけどやっぱまだまだ浅村の壁は、うん、シュートは感じてると思うよ、まあそうで同じポジションじゃなかったらなと思うよね、はい、うん、そしてサードですけれども、はい、杉大地、はい、これもや移籍してね、うん、まあ春先いいスタート切れたからそのままいけたとは思うけど、よく頑張ったよね、そうですね、で全試合出てるしさ、はい、体も丈夫、うん、でロッテの時は出たり入ったりしてたけど、うん、でも使われるようになって俺はできるんだっていうのを示したね、うん、サードにしては少し線が細いような感じがするけども、もうちょっとあってもっていう、なんていうの、こうホームランがガーン打てたりだとかさ、うん、そういうサードのイメージをなんか変えたよね、鈴木大地選手、うんうん、ね、そしてショートはこれが難しいんだよ、源田と小深田、はい、悩んだね、お率は小深田の方がいいんだよ、そうなんです、2割8分8厘でもね、はい、まあ守備は絶対源田の方がうまいよね、はい、やっぱレギュラーっていう人間はやっぱ全試合出るということがやっぱり美徳とされてて、はい、それを使命として受けるんだよ、うん、で源田は調子が悪い調子が悪いチームも悪い、ね、なかなか調子が上がってこない、うん、でも最終的な数字っていうのはまあまあなんだよね、うん、でも120試合全部出たということだよ、やっぱそこがその評価が、はい、だから小深田は俺は新人を取ってもらいたいなと思ってる一人なんだけど、はい、やっぱベストラインってなるとさ、やっぱ源田かなって思うよね、チームへ120試合出てフルでっていう、そう、あと守備の貢献度とか、うん、はい、あとはそうだな、まあ打率にしたら小深田よりちょっと低いぐらいでね、2割7分ですけどね、はい、だけども、まあ、ショートのポジションを全試合守り抜いてっていうことを考えると、うん、やっぱここは源田かなと思うよね、うん、それは新鮮味から言うと小深田だけど、うん、だこれからこの2人がこうなんかこうね、ショートでこう競っていってっていうのが見られて今後来るのかなっていう、 そして、外野3人、これなんかお叱り受けそうだけどね、そっから楽天、いや分かんないけど、どこでなんか今胸騒ぎがすごいするいいんですよ、いいんだよね、あの俺だからそう、あの、うん、個人の好みの問題なので、好みじゃないよ、うん、で好み、好みって言ったら怒られる、好みって言う好みって言ったら怒られるって言ったから去年もあんだけ怒られた、でもどこの評価を重視する、はい、あそれやっぱり全試合ということですね、はいはい、あの元プロ野球選手の豊さんが走り屋の豊さんが見たっていう、誰が走り屋言い方考えるもうちょっともうね、そうです、1、2、3番を打って盗塁もねやった奥プレーヤーですからね、奥行ってます、行ってないすいません、本当言葉とくすいませんさあ、ガイアさん、あ、ガイア、はい、まあ吉田正尚、はい、これはもう首位打者取って、うん、まあ、チームは低迷したけど、はい、本当によく一人でね集中力切らさずに、はい、またファーストまで全力疾走する姿、うん、まあ、これは焼き付いてる、だからもう本当に吉田文句なし、はい、ね、で柳田、はい、田、田、ね、怒られちゃうから、ね、柳田選手、これはもう文句なしだよ、そうですね、文句なし、うん、でもう一人悩んだけど、はい、まあ、近藤にした、はい、まあ、やっぱこう率も高いしさ、うん、で首位打者も狙える位置にもいて、はい、で出塁率のタイトル取って、うん、だからまあこれはやっぱベストナインということで評価してあげなきゃいけないかなっていうふうに思うよ ね、 ですね、で近藤の能力からするとさ、もうずっと言ってんだけど、はい、いいバッターなんだけど怖いバッターになってくれっていうね、うん、怖さがまだ足りないかなって、うんうん、それを注文つけとくけど、あでも立派な数字を残してるけどね、そうですね、うん、はい、そしてパ・リーグは DH もあるんですが、DH はこれはね、栗山、西武のベテランがよく頑張ったよね、チームを支えるために、そうですよ、ね、もう後半だったら栗山しか出てこないんじゃないかっていうぐらい活躍してたよね、はいはい、で対抗馬にロメロがいたんだけど、はい、ホームラン数の割に栗山をホームラン数
こう考えたら栗山の方が打点が多いんだよね、うん、でそういう勝負強さとか、うん、打点の多さを加味して栗山にしたけども、はい、栗山の働きっていうのは立派だったよね。そうですよね、あの年齢ベテランでっていう、うん、最後4番務めたりそうだね、はい、もう打つのは栗山しかいないみたいな感じだったけど、はい、最後あの1時2位まで行ったじゃないですか、ね、やっぱり栗山選手のあのひたむきな姿っていうのが目に焼き付いたね、はい、まあ、それと他のチームが、うん、他球団が DH をやっぱりいろいろこう選手を休ませるために守備位置つかさずに今日は打つだけとかいろんな使い方をなんかシーズン中にしたのが印象的だったね。 DH に関してはやっぱり今年、まあ、試合数が少ないからならではの、うん、過密日程でね、はい、うん、ただあのパ・リーグで2位に入ったロッテから1人も選ばれてないという中でですよね。中で、はい、だけど、はい、来年、はい、例えば藤原だとか、あ、はいはい、安田だとか、はい、楽しみな選手がいっぱいあの出てきましたよね今年。そう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 、うん、だからこういうメンツの中に一人でも多くね、はい、顔をつられてくるようになると、うん、まあ、優勝も近いかなというロッテの、ね、そうですね、まあ、セ・リーグは中日が、ね、はい、投手部門でバーンと出てきた、はい、これは強くなるぞって、うん、ロッテは一人もいないけど、はい、でもここに必ずや出てくるような選手たちがいっぱいいるということだよね、うん、そうですよね。だからロッテのまた、ね、優勝も近いんじゃないかな、ね、っていうのをこういうところからも感じ取れますよね、はい、はい、というわけで、ね、皆さんの、ね、考えるベストオーダーと豊さんの考えるベストオーダーが、ねね、どうだったかもコメント欄にまた書いていただけると嬉しいですし、これはあくまでも豊さんのこう視点で考えてますので、ね、どうぞ、はい、叱ってください。いいんですか。いいです